近世の初期に行われた織田信長の統一事業について見ていきましょう。全国統一を目指した織田信長は、現在の愛知県にあたる尾張の小さな戦国大名でした。信長は、駿河の大名、今川義元を 桶狭間の戦いで破って勢力を広げ、足利義明を援助して京都に登り、義明を室町幕府第15代将軍にし、政治の実権を握りました。しかし、間もなく対立し、信長は義明を京都から追放しました。これによって、室町幕府は滅亡しました。 信長は、比叡山延虐寺や、一向一揆などの仏教勢力も武力で従わせました。長篠の戦いでは、鉄砲を有効に使って、海、現在の山梨県を治めていた戦国大名の武田勝頼を破りました。さらに、現在の滋賀県に安土城を築きました。 信長は、城下町や領地の経済的発展を図るため、商工業者に自由な活動を行わせようとしました。まず、市での税を免除し、特権的な座を廃止しました。これを、楽市楽座と言います。また、通行業を取ぎ、 流通の妨げになっていた関所を廃止しました全国統一を目前にした信長でしたが1582年家臣の明智光秀に背かれて本能寺で自害しました <music>